アイラブ今池チャンネル。あの角を曲がったら、はい、今日はモリモリ弁当にやってきました。イオン元ダイエーさんとか青山クリーニングさんとか、今池バルさん行ってみましょう。すごい美味しそうなもので、はい、もうね、今お昼の時間が過ぎたので若干残りが少ないかも。今までも珍しかったんで本当にありがたい。ありがたい。大将坂崎さん、こんにちは。お疲れ様でございます。お疲れ様です。今日はね、もりもり弁当さんにやってきましたけど、もりもり弁当さんはいつからここで？創業40年です。創業40年、すごい。中学校2年生からです。中学校2年生から営業中。はい、はい、でもりもり弁当さんに来たらこれを食べろみたいな看板メニューって何になります？幕の内弁当ですね。幕の内弁当、はい、幕の内弁当これですね。4万は590円、安いですね。税込みです。安い、税込み。うわー、美味しそうですね。サバ味噌、はい、菜の花、はい、今日はちょっと雨だから少ないね。あー、そうですね。あ、やっぱ天気によってこう、うん、作るのが思った以上に忙しかったから、はい、しまいました。あー、本当ですね。あー、らっきょうがまた美味しそう。お、美味しいです。らっきょう大粒、うちの鳥取のらっきょうそのまま。へー、鳥取なんですね。はい、直送で送ってもらってるので。へー、わー、美味しそうですね。これは何でしょう？だし巻き卵です。すごい、小さく切っても売ってます。でかいですね、めちゃくちゃでかい。美味しそう。お正月だ、節分だと。すごいですね、1本丸々。そうです。ただ坂崎さん、そうですよね、お歌の方も歌われる。バンド今いくつやってます？今は3つですかね。日本語のソウルバンドのガッタガッタと、はい、英語のカバーバンドのソウルフィールズと、あの中川区の歌手の仲間と始めたブルースバンドと。ブルースバンド、はい、ブルースゴリゴリ、ね、プロっぽいのばっかりです。うわ、すごい、いつもかっこいいですよ。ありがとうございます。一生懸命やってます。坂崎さんが今池で初めてライブやったお店どこですか？時計仕掛け。あー、時計仕掛け。時計仕掛けってライブやってたんですか？隙間で少しやったことがあるんじゃない。だから今あのハックフィンですよね。そうです、時計仕掛けっていうロック喫茶だったんですよね。この時にこのタイミングで行きたいっていうのは、今池祭りが2日間やって、2日目全部片付け終わりました。道が綺麗になりました。で、次の日の仕込みをお弁当屋さんでして、2時とか3時になったら特造に行きたい、はい、そうするとみんな片付け終わった商店街の連中が出たり入ったりしながら、はい、お疲れさん、また来年ねって言って帰るのが、あ、やっぱ俺は好きだから特装さんかな。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。いろんな歌が流れる街で、この今池祭りで辛いことがあったって、とりあえずあと1年経てばまたやってくるぜ今池祭りだ。この後も楽しみがたくさんあります。またみんなで元気で乾杯しましょう。今日はどうもありがとうございました。またまたホールにバイバイでした。幸せは幸せはここにあるここにある。幸せは幸せはここにあるここにある。ポテト¡Suscríbete al canal!
の、また見てね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いただきました。